ウォーレンはアメリカ合衆国ロードアイランド州の東部ブリストル郡の北側に位置する町である。2010年の国勢調査では人口1万611人であり、州内39市町の中で第28位だった。ウォーレンとなった場所はポカノケットと呼ばれる半島のソワムズというインディアン集落があった場所であり、1621年に ヨーロッパ人のエドワード・ウィンスローとスティーブン・ホップキンスが初めて探検していた。その翌年にはプリマス植民地がソアムズに交易基地を設立した。1623年、ウィンスローとジョン・ハンプデンがワンパノアグ族の州長マサソイトの命を薬で救い、重要なインディアンとの同盟を確立した。1636年、セーラムを追放されたロジャー・ウィリアムズがソアムズに逃げて、 来て、その後プロビデンスに入植するまでマサソイトにかくまわれた。インディアン集落の東にイングランド人による高級的な入植が始まった。1653年、マサソイトとその長男が、現在のウォーレンとバーリントン、マサチューセッツ州、スワンシー、レホボセの一部をプリマス植民地の開拓者に売却した。マサソイトの死後、インディアンと開拓者の関係に歪みが生じ、 1675年にフィリップ王戦争につながった。ソアムズのイングランド人開拓地はこの戦争で破壊されたが、その後再建された。1668年、町はソアムズという名前で公式に法人化された。1691年、プリマス植民地がマサチューセッツ湾植民地と合併した。1747年、ウォーレンは マサチューセッツからロードアイランド植民地に移管された。町名はイギリス海軍の英雄であり、1745年にルイブールで勝利していたピーター・ウォーレン提督にちなんで名付けられた。1747年の移管の時にバーリントンもウォーレンの町域に含められていたが、1700年に独立した町となった。18世紀半ば、町は捕鯨の港として知られ、 造船が重要な産業になった。アメリカ独立戦争は、ウォーレンの商業的繁栄に強く影響した。1778年には、ウォーレンや周辺地域が、イギリス軍による襲撃を受けた。ウォーレンは、1764年に、イギリス領ロードアイランドとプロビデンスプランテーションのカレッジとして設立された、ブラウン大学が当初あった場所だった。 1765年に最初の学生を受け入れた。この大学は、改修派教会のイェール大学やハーバード大学、長老派教会のプリンストン大学、聖光会教会のペンシルベニア大学や、コロンビア大学に対応するバプテストの大学だった。設立当時、宗教の会派によらずすべての学生を受け入れたことでは、唯一の大学であり、それは1636年に、 ロジャー・ウィリアムズがロードアイランド植民地を設立したのと同じ原則によっていた。独立戦争の後の10年間で商業が復活し、19世紀の半ばまでオーレンの造船所から浸水する上質の船で有名になっていた。これらの船の大部分はオーレンの者が指揮し、オーレンの者が乗組員となって操船し、捕鯨、輸送、西インド諸島貿易に携わった。 ジェイスデイビス造船所で建造された船として、1853年のクリッパー船、ルックアウト、1853年のクリッパーバーク船、ジェム・オブ・ザ・シー、1854年のクリッパーバーク船、メアリー・オーグデンの3隻が著名だった。19世紀の半ばに、捕鯨産業とそれに関わる海洋商業が衰退し、事業資本は繊維製造業に向けられた。 ウォーレン発の免子工場は1847年のウォーレンマニファクチャリングカンパニーが建設したものだった。南北戦争後の時代に他にも工場が建設され移民労働者を引きつけることになった。現在のウォーレンにはブラウントマリーン、ブラウントシーフード、アンカレッジインクなど海に関わる企業がある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば地域全面積は8.6平方マイルであり、 この内陸地6.2平方マイル、水域は2.5平方マイルで、水域率は28.90%である。ウォーレンは、ウォーレン側の東岸にあり、バーリントンの対岸にある。南は、群庁所在地のブリストルに接している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。AB、アメリカンファクトファインダー。ユナイテッドステーツセンサスビューロー。 2008年1月31日、閲覧。U.S. Board on Geographic Names.United States Geological Survey.2008 年1月31日、閲覧。ABC Town of a r l e n ロードアイランドハットロードアイランドヒストリー。ありがとうございます。